皆さんこんにちは、メルボルン舞子です。どうですか、セルフアイス、自主、日本語だと自主隔離かな。美容院も結構閉めてるのか、予約規制してるとこも多いみたいなんですけど、時間がある時だからこそ、今回将来イングリッシュスピーカーのお客様が来た時の電話の受け答えができるように、ちょっとシンプルな例を使って皆さんと今日は久しぶりに美容師さん向けの英語のレッスンをしたいと思います。今日はお客さんのヘルプを呼んでるので、私の大切なロイヤルクライアントのティンクルさんを呼んでゲストにお迎えしてやっていきたいと思いますので、皆さん楽しんでいただけたら嬉しいと思います。では始めていきます。 OK、 プリン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 。 Hello, this is Michael's hair salon. Michael speaking. How can I help you? I'd like to take a lady's hair appointment, please. Yeah, sure. When would you like to come in? Can I come in tomorrow? Yeah, sure. Have you ever been here before?No, it's going to be my first time. Okay, thank you for choosing us. Is any hairstylist okay for you? Yeah, anybody's fine for me. Alright, we are available tomorrow afternoon 3 or 4 p.m.? 4 p.m., thanks. Yeah, no problem. So, I'm going to book you in for 4 p.m. tomorrow. Your hairstylist will be Susie.She is a senior stylist. Yeah, sounds good. How much? Okay, so ladies' haircut is $99. Is that okay for you? Yeah, that's fine. Okay, no problem. May I get your information? Yeah, my name is Tinkles... Davis? Yeah, Tinkles Davis. Okay, your name is Tinkles Davis. Okay, hold on. Also, may I get your phone number, please?04-04-04-111. Yeah. Thank you, Tinku. Just double checking. Your appointment tomorrow is 4 p.m. Yeah, sounds good. Okay, with Susie. Yeah. Okay, all good. Thank you, Tinku. See you tomorrow. Have a good day. Thank you. Bye. Bye.さて、どうでしたでしょうか。ミセス・ティンクーさんに手伝ってもらいながら、シンプルですけど、ヘアカットの予約の取り方をやりました。最初に、挨拶して、いつ来たいのかとか、初めて来るのですかと、あと名前と電話番号と、あとな、そうですね、普通にベーシックになポイントを押さえました。あんな風にすごくシンプルに予約を取ってくれる人が、ほとんどだと思います。こっち側が英語が第一ランゲージじゃないので、結構あんな風に、私も普段の仕事しててあんな風にシンプルに取って予約取ってくれる人が多いので、大切なポイントだけを押さえて予約を取ればまず問題ないと思います。今ね、なかなか時間が難しい時だと思いますけど、これからのにきっと必ず役立ってくれると思いますし、来年のオリンピックが開催されることを願って、その時に少しでも英語をしゃべるお客さんが来た時に慌てないような電話対応ができるといいなと思います。概要欄の方に今日使った英文を全部書いておきますので、皆さんの参考になればいいかなと思います。じゃあ今日は電話予約編をやったので、また次違うビデオを撮ろうと思います。この前カウンセリングの仕方を軽くやったんですけど、今日電話で、今度はじゃあ受付をやろうかな。またビデオ、私も時間があるので撮りたいと思うので、今日は電話受付したんで、今次のビデオはお客さんが来た時の対応の仕方を次回やりたいと思います。では皆さん、次回までに復習しておいてください。ではまた。